佐賀競馬のレース展望番組佐賀競馬パッカル情報局第251回12月4日金曜日レース展望こんにちは進行の中山直美です今回の解説は競馬専門誌通信社の今村さんですよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますお久しぶりです私振り返ってみたら <laughs> 夏以来で あ、もうそんなになります。かそうなんですよ。夏はね、お馬さんも疲れるんですよ。っていう話で、そのマイクがオフした時にその理由も聞いたんですけれども。ちなみに冬はどうでしょう？まあの逆に男馬は元気になってくるんですけど、牝馬の方はね。ちょっとちょっと疲れじゃないですけど。まあ夏場頑張った分っていうところはありますよね。夏と冬で逆転するんです。ね可能性はどうしても高くなってきますよね。へえ、毎回ね。新しい。 情報をインプットして帰れるので今村さんありがとうございます <laughs> いい <laughs> さあそんな中なんですが今回もよろしくお願いいたします,ししますそして解説の前にご覧の皆様に大切なお知らせです佐賀競馬場では新型コロナウイルスの感染拡大防止のため場内の滞留者数を3000名までに制限しております また場内にある J プレイストスでは原則 JRA 開催場のメインレースを午前10時から午後2時まで販売しております場内でのレース映像の放映やオッズ情報の提供は行いませんのであらかじめご了承くださいまたご来場される皆様へのお願いです体調不良時のご来場は自粛をお願いしますマスクを着用されない方 または体温が37.5度以上ある方はご入場いただけません。手洗い、手指の消毒にご協力をお願いします。場内では大声を出さず、人と人との間隔を空けてください。ご来場の際は厚生労働省の新型コロナウイルス接触確認アプリココアのインストールにご協力ください。 続いて地方競馬の勝ち馬投票券の払い戻しに関して12月29日から2月26日に発売した勝ち馬投票券は払い戻し有効期限が令和3年1月2日までとなります対象の勝ち馬投票券をお持ちの方はお早めに払い戻しをお願いいたしますそれでは解説に移ります 本日の展望レースはこちらです第251回12月4日金曜日の展望は第10レースメインレースのラピスラズリ特選 C11 組と第11レースのドリームシリーズ C229 組の2レースをお送りしますそれでは展望レースその1第10レースラピスラズリ特選の出所出走表です 距離ダ千八 1800m 午後8時10分発送サラブレッド系3歳以上10頭立てとなっていますそれでは今村さんの予想から参りましょうまず今村さんの本命は3番のトゥザキングダム「t h e k i n g そうですね 距離初めて使ったんですけどもまあ内容良かったですからね、まあ、距離使われた分の強みっていうのはどうしてもあると思いますから、まあ、若干前走から長くはなりますけどまあ十分こなせると思いますんでね、まあ、上位争いだとは思ってます、はい。そして対抗丸がついておりますのが1番のリーガルバローズはい。 ま、距離が伸びてどうかなっていう感じはありますけども、まあ、内容的にはこなせるような感じですからね、えーまあ、逆転も可能性なくはないと思いますからね注意したいとですよねはいそして黒三角が九番の踊る狐となっております、はいまあ、安定して走ってますしね、えーまあ、この距離も、えーまあ、実績もありますからね、まあ、展開一つでは十分逆転もっていうところにはなってくると思いますねはいそして白三角には八番の ベインゴーアウェイはい、えーまあ、今回一席初戦になるんで、まあ、力関係がどうかなんですけども一席過前のね笠松ではそこそこの成績残してますんでね、うんまあ、ちょっと初戦の分注意はしたいですよねなるほどありがとうございましたそして続いて私中山はですねもう本命一本に絞らせていただきました9番の踊る狐まあ簡単に言うとね名前で決めたんですけれども、はい、<laughs> 意外とこう まあ、実績いいですからね。まあ、外枠もいいと思いますから。まあ,あとは展開一つだとは思いますんでね。まあ、十分やれるんじゃないかと思います。是非、うん、ね、レースでも踊っていただきたいと思います。さあ。それでは今村さんの解いを見てまいりましょう。今村さんお願いします。はい、えー。まあ3連単ちょっと頭固定したんですけども、ま後、あの1番と9番はね。ね 判定すると思いますので、まあ、そこを2着に置いての、まあ、3着に、まあ、先ほど言った189ですね、えー、置いて4点、まあ、これを各500円ずつと、まあ、馬単でちょっと36っていう6番をね、はい、上げさせてもらったんですけど、うん、まあ中間道中ね、えー、折り合っていければ、まあ、この馬もちょっと面白いところある,あるかなと思って、まあ、ちょっと入れてみたんですけどねさあねあこの中からね。はい 当てていきたいですね。今村さん当たってほしいですね。<laughs> すね <laughs> はい、さあ、そして続いて私の回目です。もうね。私は単勝でいきたいと思います。踊る狐よろしくお願いします。そういう願いを込めて選ばせていただきました。けれどもね。はい 踊る狐どうですかね。そうですね。まあ可能性なくはないと思いますんでね。はい、まあでもこれが一着になってしまうと僕の回目が外れてしまうんで <laughs> 複雑です。そうですね。<laughs> さあどう出るか結局ね、はい、ちょっと楽しみにしたいと思います。続いて展望レースその二第十一レースドリームシリーズの出走表です。距離ダート千三百メートル午後八時四十分発走サラブレッド系三歳以上十頭立てとなっています。 今村さんの予想はこうなっておりますまずは本命二重丸がついているのが10番のハイラランドビラそうですね、まあ、前走移籍初戦で、まあ、ちょっと内容的にはね物足りないんですけどた、うん、叩かれた分の上積みと、まあ、ここのメンバー自体がかなりのドリームなんでね <laughs> まあ何が起きてもおかしくないかなっていう<あ>まあしかも今回900じゃなくて1003なので、まあ、ちょっと変わり身だけを考えての 終盤にしました。なるほど、はい、そして対抗馬としては5番の森電ハーレーが来ています。はい、そうですね。まあ、あのー、休み明けから3走してまあ、少しずつね。上向いてきてるとは思いますし。し、うん、前に行く足も前走見せましたんでね。えー、まあ、その分。 ちょっと変わってほしいなっていうところでつけてみました。はい。そして続いて、黒三角が9番の原石。はい、ええー、まあ、先行できる力を持ってるんで、まあ、その分の前残りっていうところを見込んでの印です。そして最後、三角、白三角が3番のモズグレース。はい、ええー、まあ、三、ええ、移籍して二戦したんですけど、まあ、後ろからね、もう一つの内容っていうところはありますけど、まあ、このメンバーでいくと。 時計的には一番いいんですよねなので、うん、普通に考えればこの馬だと思うんですけど展開を考えるとちょっとどうなのかなっていう部分がありますから、まあ、ちょっと印的には下げたんですけど、まあ、おそらく人気的にはこの馬になってくるんじゃないかと思いますけどねなるほど、はい、ありがとうございましたそんな中で今村さんの解明を見てまいりたいと思います山村さん、はい、お願いしますちょっと無難に というよりはもう全く予想がつかないのであなるほど生まれんボックスにしてまあ四頭先ほど言った四頭を入れたんですけどもう、まあ、本当に他の馬どの馬が来てもおかしくないようなまあちょっと見応えあるレースにはなると思いますねはいまさにドリームな感じになりそうだということですね,ですねはい、はい、ありがとうございました続きましてトラックマンの一押しのコーナーです。 解説者の皆さんに最も自信のあるレースを一つピックアップしてご紹介していただきます。今村さんの金曜日のイチオシレースはこちらです。8レース3番のダバイマーシカ号ということで解説お願いします。はい、えー。まあ移籍初戦になるんでまあ、ちょっと力的にはミスチ数なんですけど、まあ、しかも直前はずっと長いところを使われてましたんで、まあ、ただ。 紋別での経験値っていうのは十分生かされると思いますし、まあ、外目の枠に、まあ、同じく紋別から来たジャカランダブルーっていうのがいますけども、まあ、この馬との一騎打ちの感じはしますんでね、えーまあ、先行できる分ダバイ回しかのほど皆さんもぜひ8レースの方注目していただきたいと思います続いて重レレースレポースポトです。 11月29日日曜日に実施した第3回佐賀オータムスプリントは倉富隆一両騎手騎乗のフォークローバー号が優勝しました直線で昨年の覇者ドラゴンゲート号を競り落とし管理する山田徹調教師とともに見事重賞初勝利を飾りました今村さんレース振り返っていかがでしたかはい、えーまあ、ドラゴンゲートにとってはちょっと厳しい展開にはなったのかなっていう感じでしたけどまああのー フォークローバーにとっては絶好の展開にはなりましたし。しまあ、安城の蔵の目さんもね。うまく乗れられたかなっていう感じでしたからね。ま良、あ、かったですよね。改めて関係者の皆様おめでとうございます。そして、今週末もクリスマス仕様のイルミネーションロマンチックファンタジーが点灯します。sns ば sns 映え間違いなしのイルミネーションが午後5時30分からお楽しみいただけます。 また12月6日日曜日は光る馬型イルミネーションに乗ることができますのでこちらもぜひお楽しみくださいそして12月27日日曜日に実施します第36回中島記念の出走馬と第5回佐賀ジョッキーズセレクションの出,出場機種のファン投票を実施中です今年はウェブ限定でファン投票とし12月6日日曜日までご投票いただけます ご投票いただいた方の中から抽選で佐賀牛ロースステーキなど佐賀の美味しいものが当たります。ご投票は日曜日までですので、皆様お忘れなくご投票ください。皆様の一票で年末のビッグレースに出場する馬騎手が決まります。たくさんのご投票お待ちしております。以上佐賀競馬パッカル情報局第二百五十一回。十二月四日金曜日レース展望でした。 佐賀競馬パッカル情報局、次回の配信は12月12日土曜日、13日日曜日の展望を11日金曜日の夕暮れ時に配信します。それでは来週は金曜日の夕暮れ時にお会いしましょう。さようなら。